ここは噴火湾の底、私はクモヒで、私が噴火湾研究を案内します。北大水産学部では数十年前から噴火湾で海洋観測を続けています。噴火湾の地理や成り立ちを説明します。北海道噴火湾は北海道胆振地方と大島地方にある内湾です。どこが噴火湾かわかりますか 札幌と函館を結ぶ JR 線の所窓から眺められる海が噴火湾です。百門駅と森駅の土地で噴火湾の写真を撮りました。海岸近くの海に小さな漁船が見えます。昆布かホタテ漁でしょうか国土地理院では内浦湾と表記しているように、正式には内浦湾と言います。噴火湾の北と南には、角火山の薄山と駒ヶ岳があります。 江戸時代の中頃、イギリス海軍の艦長が周囲の山々から噴煙が出ているのを見て噴火湾と名付けたそうです。それがいつ故障として定着したのか不明ですが、地元北海道では噴火湾の方が定着しています。内浦なんて地名、日本全国どこにでもありそうです。実際ネットで調べてみると、静岡県、新潟県、石川県、広島県、千葉県、福岡県に内浦が付く地名がありました。 それならインパクトのある噴火湾の方がいいですよね。噴火湾は直径 57km の円形をしています。周りには北に薄山、南に駒ヶ岳など活発な火山があります。温泉地も数多くあります。噴火という名がついているので、巨大なカルデラと思われやがちですが、そうではありません。仮にこれが巨大なカルデラとすれば、それに見合う多量の火山噴出物が周辺に積もっているはずです。 これは国土地理の衛星写真を合成した地図です。日本や世界にあるカルデラと比較してみましょう。左が噴火湾、右が鹿児島県近郊湾です。近郊湾北部は複数回の噴火を経てできたアイラカルデラになっています。噴火湾の面積は日本最大級のアイラカルデラの5倍以上もあります。アイル アイラカルデラ噴火の火砕流では、九州南部の低地の谷や平野を火山堆積物が埋め尽くし、カルデラから半径70キロ以内にある数十メートル厚のシラス台地を作りました。近くには東野カルデラがあり、約11万年前の噴火による火砕流では、イブリからシルベス地方の低地を埋め尽くしました。 噴火湾周辺では、東野カルデラ噴火の堆積層は見られますが、それ以外にアイラカルデラ噴火をしのぐような堆積層はありません。ちなみに噴火湾と同じサイズのカルデラは、地球最大規模のカルデラ噴火を起こすイエローストーンにあります。カルデラ地形では、外縁部から内側に向かって急峻な崖があり、外縁から水平数キロ以内で深さ100メートル以上に凹みます。噴火湾はそのような地形でもありません。 海岸線から数十キロかけて緩やかに80メートルだけ深くなっています。